お疲れ様です。聞こえますか？声聞こえますか？聞こえます？ OK。 OK です。今日はね、金曜日とか最近配信があんまりできてなかったので、今日、俺が出勤の日なんで、まあ、タイミング的にもね、今日はやっていいかなっていう時間帯なんでね、もう、金曜日の動画枠を配信できなかった分、ちょっと今日に回そうかなと思ってます。で、これから、週に1回か2回ぐらいは日曜日がお休みになるので、ね、その時は月曜日が代わりにこういう風に僕が出勤日になるので、その時は、夜9時ぐらいから、まあ、やるかもしれないし、やらないかもしれないっていう感じなんですよね。というわけで今日は動画を、過去の動画を漁っていきましょうか。ひとりなさん、月曜はやっぱいないね。土日ってやった後の月曜だからさすがにいないんだね。って言っても今日まあまあ6セット、6セット7セットは常に鉄拳やってる人がいたから、そんぐらいはキープできてます。のびのシャオ動画が見た、やべえだろ。でもね、シャオユーと吉光コンボ相性がめちゃくちゃいいんですよ。結構知らない方もいると思うんですが、かなり減りますよ。うん、エディレイがやべえな。のびみん休日ね、休日休みよかった。本当に休みができて俺もう本当ホッとしてます。削りと崩しの違いは、削りっていうのはそもそもの小さな二択、月中の小さな二択、崩しっていうのは固める行動、固めながら相手に手を出させるようにするっていうのが崩しかな。ブルースロー相性いいよ、かなりいいんじゃない。ちょっと待っててね。リムゼイ、リムゼイね。リレオのコンボ相性、いや、かなりいいと思うけど。今から何をする？そうですね、今日は過去の対戦動画を見ていきたいと思います。ちょっと待ってね。過去の対戦でね、いろいろあるんだよ。ヘルプミーと俺の、俺とクダンスの試合、ヨセリン、タケ君、あと俺、マツケン、影丸、マツケン、バクシーと俺、これ昔すぎるな。明日何や、おバクシーか。明日どうしようかね。明日ちょっと全部さ、俺リストにまとめてあるから、それと明日相談しながらやるわ。結構いろいろやれることはいっぱいあるから。どうしようかね。どうしようか、どれがいいか。ちょっとじゃあなんかアンケート取ろうか。他の人対他の人の試合っていうのは、さすがに申し訳ないんで、俺と誰かの試合にしましょう。それならちょっと待ってくださいね、アンケート取りますね。
保険をかけて、まあ、全部の行動に対して浮かされないようにようにっていう保険を毎回毎回かけてるんですよ、ガードで。ちょっと待ってください。Get ready for the next battle. I'm your worst nut. Round one. Fight! ああはいはい、あのね、一応前に放送で流したやつはもう消すっていうことにしといて、それじゃなくこれ、あ、3番もなしか、3も前もう多分流されてると思うから、3もなし、12456が多分今配信できるやつかな。マツケンは関西じゃないですよ、マツケンは千葉の、千葉全一プレイヤーかな、千葉一番強いプレイヤーだと思う。 OK かな、開票しちゃうよ。じゃあそうそうそう、津田沼とかにいるんだってね。 OK、じゃあ結果あげちゃいます。おお、 JD 俺と JD のか、ちょっとじゃあ見てくか、ちょっと待ってね。って言ってもね、かなり前、11月のかな、あるやつは、今入ってんのは11月の配線のやつなんで、まあ、感想戦というよりもなんだろうね、うん、俺が当事者でやってたから、この時こういう風な考えだったよみたいなのを喋りながら一緒にじゃあやっていきましょう。これか、そうそうそう、鉄拳新生です。動画制するな、読んでね、今日結構急遽だったのよね、ほんと爆死、今から間に合うから来てよ、11時までやると思うから、多分半ぐらいまではやるかな、10時半ぐらいまでは。さあ見ていきましょう。 JD はね、もう一番対戦してますね、今までで、韓国勢の中では俺は
さあちょっと一回じゃ対戦画面のみの方に切り替えたいと思います。さあさあ JDCR は本当に今まで昔雷神風神ぐらいの頃からずっと対戦してたことなんで、もうお互い結構立ち回りは知ってるんですよね。どこをどう崩していくかみたいに なると思います。お、アイマスありがとうございます。懐かしいな、あんま俺も覚えてねえんだよな、ここら辺。そう、とにかく JD には同じ土俵に立ってすごい丁寧に攻めようっていうのがまず俺の中の考え。技を絶対すかさないように打たなきゃダメだから。で、韓国戦やるときには絶対頭の中で決めてることが、ペンの勝負なのよ。ピンポイントで横移動行くか行かないかの読み合いっていうのがすごいあると思うから、多分それを試合の中で見てもらえると中級者上級者の方たちは分かりやすいかな。マジワンチャンある？嘘どんぐらいかかるんだよ、ここからここまで。うまい。この後とかね、この体力なくなってからが超強いんだよ。本当に強い。そう、とにかく僕目線で考えるんだったら、技を打つときは全てかなり踏み込んで打ってるんですよ。1テンポ遅らしたりとかね。それをちょっと注目してみてください。よく止まる？いや、多分それパソコンじゃないんですかね。死んだ。これいつの？そう、11月ぐらい。だからかなり前の試合なんですよ。あと、みんな韓国勢が共通してうまいのは、アサルトガード後のやつとか、アサルトガード後の行動がマジでうまい。10時3分着まあ11時ギリギリまで放送するから、50分は参加できるけど、どうする？バックン、バックン来るかい？スロットなら敵視やべえな。それそう、マスターカップ前のやつですね。上手い人にシャープな振るの怖く、いや、結局それで振らない方が絶対勝てないから、振って相手を動かさなきゃ。プラマイゼロっていうのは逆にいいのかもね。プラ1とか2あったら逆にちょっと良くないのかも。なんで JD はこんな技すかしたりか。本当に JD もすごいんだけど、点なんだよ、横移動が。あ、相手が何か来そう、歩くとかじゃなくて、ここっていうシーンでちょっと横行くのよ。ほら、今みたいなシーンでガードをすぐに入れんの。わかる？これがガードをしながら技をすかしたときは浮かすっていうことができる行動なのよ。わかんないかな、ファジーの一瞬。まあちょっと今のとかじゃいい例かも。ちょっと一瞬だけ戻しますよ。ここら辺か、ここら辺じゃない、もうちょっとだ。この初めのシーンとかがすごいいい例だと思う。ここら辺から見ててね、ラースの動きの時にピンポイントで全部横行ってんのをちょっとじゃあ見といてください。ラースに変えます。この後とかほら、こういうシーン横行ってガードをしてんのよ。ほら、ショートアッパーガードしてとかね。ああいう風にしとけば最低限食らわない技、食らう技っていうのがあるから。ね、こういうとこが多分その点の横移動の勝負なんだと思う。
カウンターヒットしないね。トリガーかフライヒーが刺さらなくなる。まあそうかもね。そう、基本的にああいうことをすることによってホーミングとかもギリギリガードできるし、前々リョーパンも時々透かしたりとかもできるから、アマキンは封じ打てた方が有利だと思う、絶対。さあ、そう、今みたいな点の勝負、ちょっと今のとかもいい例ですよ。これ JD がやってることと同じです。見てて、この後の、トゥースマを一回すかした後、どこだ、あれ、もう終わっちゃった、終わっちゃったか。さっきのトゥースマスカとかもう本当にピンポイントの横なんですよ。あー、こういうミリの勝負がな、本当あいつ最強、世界最強だと思う。あ、早回ししちゃったのか。ドラのテスマ横に結構強い方だね。さあ、この体力もうマジで風神だけは何があってももらいたくない。あと下段ね。そう、こういう感じでね、意識するところをめっちゃ考えた方がいいかも。どっちかの方の気持ちになってみるといいと思うよ。 JD 目線で見るのと俺目線で見るのだからね、2回見れると思う。確か放送わかんない。ラスの前ラスか後ろ前後ろ RPLP が、あれはね、な、あの、慣れるしかない。あぶねえ、あぶねえ。なんで今すぐスカったのかが分かんないけどね、今の飛び。いや、だから風神を軽減したり鬼神拳軽減するようで飛んだんだけど、スカってたね。ドラのチェンジしてポメルって、いや、ポメルはどうなんだろうな。エリートの中で元ネタ特にないです。あの、シューディーさんだ、シューディーさんがツイッターでなんか書いてあったんで、それだと思うよ。さあ、こういうシーンからのチェンジ関連の読み合いを見ていきましょう。やべえな、今しれっと狙ってんのがやばい。表のビスキュー、嘘、あれ結構滑ってるよって言われたからやめたんだけどね。ああいうの逃さないね。シュリさん東大生、本当に東大生ですよ。元気です、はい、シューディーさんネタ、そうそうそう、シューディーさんネタです。中山ガイア今でいい、なんだよそれ。
あーやりやがった。今の試合とかでも一番分かりやすいかもね、ガードのうまさが。ボブラース使ってるけど達人で止まってて獣に行けないってことは、もうちょっとじゃあ二択の量を増やしましょう。大きい二択行ってみましょうね。アマキンの接戦見たらなんだろうな、でも特にないかも。立ってりゃいいだけだから、ステステからライトゥーとか打ってきたらちょっと気まずいね。さあこういうシーンね、壁逃がしたくないけど、ほらま、今絶対1秒パー打ってた、勝ってたね今。もったないね。あ、俺もこうやって見返すとダメなとこ超いっぱい見えるわ。今の試合とか反省しかない試合でしたよね。伸び出してフラヒアン、まあのそれで攻めを終わらしちゃうんで、フラヒはね、もったないかなって。今 JDCR はわかんない、何なんだろうね。投げ抜けの練習とかコツってありますか？投げ抜けの練習、いや反復しかない、手を見るっていうのが一番いいけど。あ、新鉄拳士上がったんだ。やっぱり三島じゃないと神弾は難しい。うん、そうだね。ドラのアサルトの後に一瞬右横ガードするには相手にはどんな技、俺はリッパー出すかな、リッパーシャープナーかな。鉄拳士増えたらいいね。まあ投げ、そう、数打ちゃ当たる、数打ちゃね。もうこういうシーンになったらできる限りすかさないように超小技、こんな感じでね。リッパー 1RPLP ですね。ね、攻めないでしょ、もうもうこれ切り替えです。さあ今のシーンちょっと見てみましょうか。このシーンで多少中 RPLP やるんですよ。で僕がここで今ラース側で普通に頭に入る行動って何だと思います？一番いいのがプラ1なんで、今の当てた後ね、生ロー打てばトゥースマと相打ちで、なおかつほぼ割れない連携で下段っていうことで、基本的には生ロー打つのが正解なんですよ。そうで次に有効なのは横移動読みでホーミングね、横移動読みでホーミングで、 JD は今両方に対応する行動を取ったんですよ。一瞬横移動しゃがみ立ちっていう行動をしたんですよ。それに当てる行動ってラースで何かっていうのをちょっと見ててください。こういうのすごい面白いと思います。これね、一瞬しゃがみ立ちの、しゃがみ立ちの部分にワンロー合わせたりとか、今のとかすごい面白いシーンだと思うんですけど、ああいう風に全対応してくる相手にどう当てるかとか、そうそうそうっていうのを考えたりとかやるのもいいと思うね。今みたいなことで、要は生ロー打ってたら裁かれてる、よくホーミング打ってたらガードされてる、でも他に当たる技はっていうのはこういうことなのよ。そうそう、簡単に言うとそういうこと。相手の正解を制限する、そうだね、制限っていうのが一番いいかもね。あのガードを制限させるっていうのがいいかも。無理やりでも手出させるようにするのがいいから、今とかも超うまいシーン。まあもうこの後基本小さい小技当たった後絶対ショートアッパー打たなくなるんで、
フレームってどう勉強したら、ウィキとかで全部調べるともういいと思う。JD からカウンター取るのはね、 JD が結構ひよってきたときはカウンター取りやすい。そこまではもう意識させないでいい、カウンターなんて。今のシーンとかもね、意味わかりますが、一瞬横移動してしゃがんでるんですよ。要は今みたいなのはガードさせた後横移動しゃがみで、水面蹴りとかはガードできるし、前々両パンとかも全部ガードできるけど、唯一横移動しゃがみ立ちに当てられる技なんですよ。わかります？今のシーンとかも。三島は使ってますけど、ね、メインとしてやるっていうのは相当難しいことなんで。さあ、じゃあ次枠に移りましょうか。また巻き戻し希望、分かった。じゃあそのシーンだけ巻き戻そう。ここら辺からでいいかな。見ててね、ラースの2両パンを当てる時の行動を見といてください。あれもう終わった？あ、こういう跡か。あ、違えよ、なんだこれ。早戻しって書いてあるのに。この後だ。はい、見ててください。じゃあ行きますよ。あれ、やった？まだ前か。もっと前。ちょっと待って、じゃあ次枠移ります。なんだこれ、気持ち悪いね戻し。うん、じゃあ次枠移ります。こっからか。ああ、はい、お疲れ様です。少々お待ちください。バクシーが動画勢一緒に見に来るって。はい、じゃあグリーンの鉄拳シーン、あ、全然、いやいや、好きに見てください、そちらの方もお願いします。今後もしかするとね、生放送、金曜生放送は、
まだ調整段階ですけど、近いうちに韓国のグリーンアーケードとこっちの生放送をつなぎながら、あっちの対戦動画、対戦してる風景を見ながら一緒に解説したり喋ったりとかするのを生放送でやっていこうと思います。ニコニコ生放送でね。だからグリーンアーケードとまあ連動してちょっとねいろいろやってみようと思うので楽しみにしていてください。さあ、じゃあもうちょっとしたら流しましょうか。少々待っててね。さあ、じゃあやっていきましょうか。11月のです。11月の初めらへんです。ちょっと待ってください。はい、さあ今のシーンとかね。あ、ちょっとさっきの人いたらいいんだけど、見ててね。今のシーンこれすごい分かりやすい。トゥースマの後横移動して一瞬しゃがんでるんですよ。見ててね。トゥースマガードさせた後横移動して一瞬しゃがむとフラヒア当たらない、水面当たらない、前々両パン当たらない、魔節当たらないっていう風になるので、じゃあそれにはどういう技を当てればいいのかっていう風に考えた結果これだね。刺すんだったらそう、ちっちゃい判断かもしれないけど、こういうことをすると後々響くようになります。グリーンの配信 URL 誰か貼って。もう一回、嘘、もう一回。今のシーンとかは要はほぼ全体音に近い行動で、こっち側も普通に考えられない危ない橋を渡ってるんですけど、ね、渡らなきゃ勝てないと思ったんで初めに打っといたんですよ。もっと前か。そう、唯一だね、2両パンは。あとはちょい伸ばしなラクとかも多分当たるかも。ちょい伸ばしなラクだろうね。はい、じゃあ見ててね。いくよ、このシーンから。ここ一瞬しゃがんでるのに当たってるでしょ。だから今のは要はしゃがみ立ちをしてるってことなのよ。ちょっと難しいかもしれないけど、親切に貼ってくれてるね。2万の下、はい、お願いします。ちょっと難しそうだね。まあなんか剣弾ぐらいの試合とかがね、解説しながらやれるのが一番いいんだけどね。今日は見てる皆さんどんぐらいの段位の方たちなんですか。家鉄持って、家鉄じゃなくてアーケードじゃやってない方は、じゃあ家鉄での段位でもいいですし、何月何日伸び、あ、一応書いてあるよ、その時に11月のやつね。スロー再生とかできればもっと解説した。ああ、そうだね、スローねえんだよなこれ。間違いないかもしれない。玄武新鉄拳神やべえな、青龍獅子狂犬猛虎
なるほどね、ちょっとそうだね、あとでいつのっていうのを動画のやつやっとくわ。達人画廊獅子合計まだオン白虎組長ってなんだ、てあ、みんなじゃあ結構段位高いんだ、マジかマジかマジか。まあじゃあこんぐらいの配信のやつでも大丈夫なのかな。そうだね、月曜動画配信のとこにちょっと今調整加えて次放送した時にやってみる。ちょっと待ってね、いつのっていうのをじゃあやるわ。Get ready for the next battle. Round one. Fight. あ、ごめんごめん、マイク今切れてた、ごめんなさい。あのね、そう、ラダンぐらいから上の人たちはー俺と JD の一瞬横移動してしゃがんだり、一瞬横移動してガードしたり、一瞬しゃがんですぐ立ったりとか、そういう行動をちょっと見て もらえるといいかも。こっからね、壁逃がしたら負けだからね。あー間に合わなかったね。拳の方、剣ラインとかの人たちはなんだろうな、そのチェンジ際の攻防とか一番大事かも。チェンジ際の攻防っていうのは全員に言えること。あと今みたいに
超ビフリビフリビユーリからどういう行動をしてるかっていうのを見てもらえるといいかもね。獣団員の人たちはなんて言うんだろう、なんとなくその暴れてるポイントとかを見つけてもらえるといいかも。数字団の方、数字団の方はなんだろうな、全普通にそのキャラの立ち回りをねパクるっていうのもありだよ。こういう行動を、じゃあこの敵にはこういう風な行動を生きるんだとか、そういうのを見てもらえたらいいかな。そう、各台によって見るポイントが全部違うと思うよ。さあこういうポイントね、クラッシュしなかったでしょ今。読み合いがやばいな、やっぱ JD は本当にリスク少ない読み合いだね。平八の奈落下段2発目ガードしたとき毎回投げしてんだけど、あ、いいと思う、それ大正解だと思うよ。それでいいと思う。スラッシュキックとかもありかもね。山下練習あるのみですか？あるのみです。ひたすら反復して練習するのみだと思いますよ。さあこういう後のポイントね、さあ今のめちゃくちゃ踏み込んだの見えました？普通に今のとかちょっと止めますけど、普通に横移動してたら絶対にかわされちゃうんですよフラヒが。でも今のとか見るとかなりいいかも。さっきさ、あの一瞬横移動してしゃがみ立ちっていうのを JD はやったじゃん。俺はそれにさラースで2両パン合わせたでしょ。っていうのを踏まえた上で、じゃあちょっと今の見ててね。これわかりますか？今のシーンとか、さっきやったあの行動が今多分ここで生きてるんですよね。こういう風に変えていけるんですよ、ポイントポイントで。意味わかんないかな。打つ瞬間にとんでもなくダッシュをしてたのはわかったかな。じゃあこっからほら、普通に最速で打ってるんじゃないんですよね。こういう風に軸を合わせてフラヒを打ってるんです。そう、さっき見せたからなんですよ。全身が見えない？見えるはずだと思う。もう一回何度もじゃあやってあげるよ。いくよ。このあとね、逆ワンツーを当てた後めちゃくちゃ前に進んでるから見てて。ほら、わかった？フラヒは右横に歩いたら刺さんないね。こういう風な行動っていうのがいけるし、今のとかもいい例じゃん。じゃあ今のソバットが当たったシーン見てて。ほら、相手が一瞬横移動してしゃがんでるんですよ。ほら、だから絶対ソバットが当たるんです。こういう風に相手の小さな横移動してからの行動とかって、ああいう風に考えれば防げる行動って超いっぱいあるんですよ。ほらね、そうそう、これが詰将棋なんですね。簡単に言うとこれはガードが上手い人に対してこういう風に工夫しなきゃ当たんないんですよっていうのを、めちゃくちゃ上の世界行ってからでもいいと思う。ね、
さあ暴れてくるか、うますぎる。一瞬で頭、うん、そう一瞬だね基本的に。まああと考えてる常に頭で、そういうことはこいつどういうタイプかなとかやりながら。あと JD の最大の手癖、手癖っていうよりももう間違いない行動なんだけど、アマキンで 3LP を当てた後は必ず絶対 3LP もう1回打ってくるから、であわよくばもう1回打ってくる。ね、こういう風に相手の手癖、じゃあね、相手の手癖を見つけるっていう 分野でやっていきましょうか。じゃあ皆さん一回ね、俺目線で対戦見ていきましょう。ほら、今のとかも 3LP、3LP ね、だから2発目は絶対もうガードするようにしてるんですよ。ジェジーの強さはなんだろうな、精神的な強さもあるし、あのマジでミスらないスカとかを、暇つぶしで何も考え、強くなりたいんだったらいろいろ考えましょう。解説なしでね、そうだね。さあそう、あと今みたいに生ローシャープナーとか置いとくって理由は、風神とかを透かしたとしても、例えば技を透かしても下段だったら風神剣は入んないんで、最低ね。だから気軽に下は触れるっていうのが一番かな。さあこうやって軸を合わせて、今のね俺の体力計算ミスったね、最低だった今の。怖すぎる。今の見てた人分かりますか、本当に一瞬だけど横移動してガード入れてるの分かります。これ超でかいです。もうこれで止めたりとか基本じゃやめましょう。見ててね、はい、このシーンいきますよ。残りミリになった後 QLK パタパタガードした後一瞬横行ってるんです、こういう風に。今の分かりました？あのおかげでさっきあった三角コーナーを抜けられるようになったんですよ。三角コーナーをこれで今抜けてチェンジができたでしょ、ね、その結果今本当に勝ててるじゃん。こういうのがすごいでかいんです。もう一回だけじゃあ見てみましょう。いくよ、ほらね、で一瞬チェンジね、こうしたらほら体力がレイジ状態のドラグノフ出せるでしょ。そうそうそう、今みたいな一瞬のガードでこんなに状況って変わるんですよ。わかります？今のとかえぐいでしょ結構大幅ってほどじゃないですよ。あれは相手側は何をしたらよかった、あれだったら生ローが当たってんね多分。あとなんだろうな、マイナス、多分生ローが一番正解かな、あれだったら。さあこういうシーン、死ぬ、嘘、死なない。さあね、 JD とかも一瞬横移動でガード挟んでるから、ほらほらね、こうやって壁から抜けさせないようにする。逆に俺は壁から逃がさないように常に壁と軸を合わせて攻めてるんです。こういう風にほら、まっすぐになってるでしょ常に壁と。ね、この軸一番好き。うおー、マジか、減った。
今の試合とか、ちょっとじゃあこれもう一回だけ戻しましょうか。これで終わりに本当にしよう。今のシーンとかもさっきの横移動ガードがまた行きましたよね。見ててこのシーンとか、常に軸をまっすぐに俺は合わせます。考えはほら常にまっすぐ、相手にいつでも壁強を取れるようにしてます。でクラッシュは相手はしなかった。この後ね、この体力になりますよね。でさっき言ったみたいにこの体力の時にとりあえずキャラを変えますよ。見ててください。はい、これどういうことかわかる？さっきショートアッパーからショートアッパーみたいにちょっと有利な後の行動っていうのを俺は横移動してガードしてたんですよ。でさっき言ったみたいにそれに対しての対応策はって言ったら生ローしかないって言ったじゃないですか。生ローしかないって言ったでしょ。だから相手は今度生ローを選択してきてるんですよ。見ててね、この後ほら、だから俺は一瞬横移動してさばきっていうのが読み合い。これすごい難しいかもしれないけどね、今までの試合の中でかなり深い読み合いが2回あったのは分かりますかね。奥深いね、変わって考えたら奥が深い、分かります。これが多分超上級的な読み合いになると思います。最終的な皆さんがやるかもしれないポイント、こういうふうなことをできるようになってきたらすごい楽しいと思う。そう、でもやってればさ、どんな人よりもさ、一人がほら成立しない。そうだね、上手い人はみんな、やってる人はかなり少ない、できてる人は相当いないと思うけど、こういうことができるとマジで結局このゲームって危ないゲームとか言われてるけど相当安定します、これができると。そうで、今みたいな行動に対して JD が一番すごいのは同じことを2回絶対しないんですよ。それがそんぐらい俺 JD のことすげえやつっていうの分かってたからさばいてたんです。あのあとショートアッパーかショートアッパーとか打ってたらもちろん死んでたんですけど、 JD はそんぐらいマジで学習能力もすごいし、それに対しての対応策っていうのもできてる人間なんで、これは本当にキャッチボールしかないんですよね。相手も上手くないと。そうだね、これはもう JD を俺めちゃくちゃ信用してますよ。まず信用っていうか、信用ってよりも相手のことを分かるまでに基本このゲームって3試合ぐらいはかかるんですよ。絶対3試合か4試合5試合ぐらい。そこで JD とはずっと前からやってるから、ある程度こういう、あとはこの人はこういう風なことをしてくるっていう推測が立てられるんですよね。カイジとトネ、あ、そうだね、そうだ、マジでそうかも。いつの団員戦、これは前回11月にやった団員戦です。1個の試合丸1日見たら、まあそうだね、実際考えるとキリがないぐらいあるんで。さあこういう体力になった時、相手はね、でも下段打つしかないんだよ JD 側は。でも俺はあえて絶対しゃがまない、こういうシーンは。お、打ってきやがった。今のはファジーだ、でもファジー気味だ。あんなシーンになった時って平八って絶対にやることが下段を打つしかないんだよ。 100% 下段を打つしかないのよ。だからこそあえてしゃがまないようにするとか、
今みたいにファジーガードをしてるとそのしゃがむつもりなくてしゃがめてるのが要はファジーだから。ここまで来ると相手のキャラがきつくなってこない、きつくなってこないですか。うん、そうだね、相手がもう伸び身がこう、そうそうそう、常にだからお互いそういう風な考え、こいつはここで多分 JD はここでこいつお前どうせ攻めてくるんだろうみたいな感じで何か技を打ってて、その時俺はここであいつはこう思ってるからこうだみたいなのを一瞬一瞬で考えるのがいいと思う。今みたいなシーンとかキャッチボールだね、常に。最後の最後しゃがみ、いやもうそれは簡単に言うと人読みなのよ。普通の三島って、普通の三島っていうかそんなに強くない三島の人たちってあの体力になった時にまず考えることが A 正門なのよ。 A 正門なんでかっていうと、そっから割れない連携もあるし、もう一回二択行って倒せるからっていうのがね。そう、そこを JD っていうのはもう絶対分かってるし、そういうのは分かってるから A 正門じゃなくて奈落に今切り替えてたじゃん。プラスして、そう、そういうことなのよ、難しい話だから。 JD だからこうとかそういう風に俺は考えてる。平八だからこうっていうのはもう元よりあのキャラ対策っていうのはできてる方だから。爆死が来たぞちょっと待っててね。お疲れ様でーす。チーズああさあ、さっきコメントしてた爆笑が動画勢ってことで来ましたね。動画勢だよね。次枠、はい、次枠じゃ取っときます。動画勢は来るでしょうまあそうだね。ああはいうん、次とりあえず次枠移ります。これ俺が一番楽しい企画なんだけどそうだよね、爆死原野っていうのは2大動画じゃないの関東の。いやそうだからねえこれ一番楽しい企画だねそうだねはい、次枠ですか。うん、次枠移ります。はいはい、ね、バクシーが来たし、せっかくだからバクシー対古川さんの試合見よう。前にやったやつ、ほんとまさかだけど消したって可能性もあるかも。ちょっと待っててね。消したある、消したあるよ。これ消したあるね。消したある
うん、いやてか消したねこれ完全に消したね。あ、終わった。これは消えてるやつやね。終わった。はい。どうしようか。何行く？あ、消されたね。消されましたね。消されたね。これが誰だ？誰だ？それはノビー対マツケンの試合じゃないかな。あ、こっちが、それでこっちが影丸。影丸マツケンだね。影丸マツケン見ようか。デクニー見た、多分昔のやつに YouTube にあると思うんで、それはそっちで見てください。消されたね消されたね、消されたね。のびさんが思う一番レベル高かった試合がみたいな、なんだろう。俺でも JD かな。 JD 戦、あ、JD 戦じゃねえか、ちょっと待った。あの新鉄拳社に上がるちょっと前の後の、はい、あの、はい、ニートのサブキャラ戦のやつが相当ヤバかったかも、個人的に。あー、あったね、あったあった。今日はゆうさん来てないですね。ちょっと待っててね。いや、まあ、うん、バイト的なことも込みでね、本当それは申し訳ない。別に俺今日アメリカか、大久保。え、ちょっと待って、ケネスか、マジか。俺今日全然。